かくも長い間奴隷にされてきたあなたを憐れんでください。神によって結ばれた者たちが一緒になり、もはや罪を別々に見る必要はないことを喜んでください。二人の人間が罪を一緒に見ることは不可能です。というのは、二人が罪を同じ場所に、同じ時間に見ることは不可能だからです。罪は厳密に個人的な知覚であり、他者の中に見ながら、それでいて自分自身の中にあるとそれぞれが信じるものです。そしてそれぞれが異なった過ちを犯すように見え、そして他者には理解できない過ちを犯すように見えます。兄弟よ、それは同じものです。それは同じものによって犯され、それを犯した者のために同じように許されるものです。あなたの関係の神聖性があなたとあなたの兄弟を許し、あなた方が共に信じ見たものの結果を解除してくれます。そしてそれがなくなるのと時と同じくして、罪の必要性も共になくなります。罪を必要としているのは誰でしょうか。自分の兄弟を自分自身とは違っているとみなす孤独で一人ぼっちのものだけです。見えるけれども実在しないこの違いこそが、実在はしないけれども見える罪の必要性を正当化させたものに見せます。そして罪が実在するならば、こうしたことのすべても実在するでしょう。というのは、神聖でない関係は違いについて基づいており、この関係においてはそれぞれ自分が持っていないものを相手が持っていると考えるからです。彼らはそれぞれ自分自身を完全に実現するために、そして相手から奪うために一緒になります。彼らは盗むものがもはや残されてはいないと考えるまでその関係にとどまり、それから先へと進んでいきます。したがって彼らは自分自身とは異なる見知らぬ人々の世界をさまよい、同じ屋根の下ではあるかもしれませんが、二人の避難所にはならない場所で肉体と共に生活します。それは同じ部屋ですが、全く異なった世界です。神聖な関係は異なった前提から出発します。それぞれが自分の内面を見つめ、いかなる欠如も見せません。自らの完全な実現を受け入れ、自分自身と同じように完全な別な人と一緒になることによって、自らの完全な実現を延長します。これらの自己の間にいかなる違いも見ることはありません。というのは、違いは肉体の違いだけだからです。したがって何を見ても取りたいと思うものはありません。自分自身の実在性を否定しません。なぜならそれは真実だからです。彼は天国のすぐ下に立ちますが、地上に戻ることがないようにするのに十分なだけの近さです。というのは、この関係には天国の神聖性があるからです。かくも天国に似た関係が、ふるさとからどれほど遠くまで離れていることができるでしょうか。神聖な関係が何を教えることができるかを考えてみてください。ここには違いが解除されたことへの信念があります。ここには違いが同一性へと移行されたことへの信頼があります。そしてここでは違いを見る目にビジョンへと変容されています。今や理性があなたとあなたの兄弟を結合という論理的な結論に導くことができます。あなたと兄弟が一緒になった時に、あなたが延長されたように理性は延長されるに違いありません。あなたとあなたの兄弟を結合するために、あなたが肉体を超えて手を差し伸べたように、理性はそれ自身を超えて手を差し伸べるに違いありません。そして今やあなたが見た同一性が延長され、ついに違っているという感覚すべて取り除き、その結果それらの根底に横たわる同一性がすべて明らかになってきます。ここに黄金の輪があり、そこにおいてあなたの神の子を認識します。
というのは神聖な関係になったのは決して終わることはないからです。